こんにちは、シークエンスパパ友でございます。一問一答お読め受けたまわりました。ありがとうございます。今回もかなり深刻なお悩みなんですけれども、一問一答ということでもってお問い合わせをくださいましてお答え申し上げます。こんにちは、パパ友様。すがるような気持ちでパパ友様に一問一答お願いをいたしました。本当でしたらば直接お会いしてお願いしなければならないと思ったのですけども、私は実は秋田県に住む、車椅子生活を営まなければならないものです。そんな言い訳でパパ友さんにお会いすることができないもので、一問一答わらをもすがる思いでお願いいたしました。どうかよろしくお願いいたします。とんでもございませんです。まあね、お写真でも動画でもいいんですけれどもね、一問一答であえてということで内容を読ませていただきます。あらかじめ読んだ内容で一問一答へのお問い合わせということを、受けたまわりました。実は高校2年生の時に家出をした娘がおります。写真を添えさせていただいております。その娘、家出をしてから6年になります。小学校の頃まではとても朗らかで、健やかに明るい子だったのですが、中学の時に、とてつもない、いわゆる、性的な被害に遭って、心がすさんでしまったのか、それから親とも口を聞かず生活するようになってしまいました。私が、車椅子の生活をしているということもありまして、なかなか娘の心に寄り添い、娘と共に傷を癒すという外に出ての活動ができなかったことがもう原因だったのでしょうか。高校に入る頃から少し、化粧その他服装も派手になり、そしてついに高校2年の時に家から出てそのまま戻ってまいりません。数回娘から連絡がありました。2年前に連絡があって、それから一切連絡が途絶えております。娘は元気にしているのでしょうか。どうか娘の写真と、私の写真を添えます。万が一のことがあるとは思えませんけれども、パパ友様からお見立てをいただいてお言葉をいただけますと安心いたします。どうか安心するお言葉を頂戴できればと思い、一問一答を投げかけさせていただきました。受けたまりました。ありがとうございます。お嬢さんですね、今おいくつぐらいになるのかな。高校2年生というと16歳ぐらいから、出て行って5年、まだ20歳ちょっと過ぎたぐらいですね。可愛らしい子じゃないですか。小さい頃からね、魂っていうものは変わってないですよ。でもね、高校入学の時なのかな、その時の写真はね、やっぱり心に大きな傷ございますね。バサッと大きな傷はございますよ。とてつもないねことに遭いましたね。もうね、その犯人どうなったっすかね。もうね、人の魂っていうものを平気で踏みにじるようなそういうやつっていうのはさ、まあはっきり言ってね、もうこのように出しちゃいけないですよ。もうね、永久的にさ、本当にこう畳半分ぐらいのところでもって横になることもできないようなところでもって、ね、一生送ればいいって僕も思います。それぐらい憎たらしいっていうかね、もう憎んで当然だと思います。大いに憎んでください。さりとてね、お嬢さんね、これは憎しみというよりもね、自分というものをね、しがらみっていうものから解放したかったんでしょうね。心に大きな傷はございますけれどもね、魂はね、本当にね、まだまだキラキラとしていらっしゃいますよ。その高校1年生の時のお写真ですけれどもね、
そして今ご自身のお写真とこのお嬢様のお写真を拝見しましてね、まあね、僕にご依頼をしてくるっていうことですからね、まあはっきり申し上げて生死に関わる問題の中でもってご安心をなさいたいっていうふうに思うんですけどね、これね、間違ってもお亡くなりになってることはないです。間違ってもないです。もうお約束します。万が一にでもですよ、お亡くなりになっているようなことがありましたら、これお写真ですとかご自身の後ろにね、やはり魂として寄り添うものがございますのでね、それはさすがに伝わってまいりますのでね、鈍感な僕の手もでもですよ、間違ってもないです。お元気にしていらっしゃいます。そしておそらく、健やかに過ごされていると思うんですけれども、まあね、今こういう時代ですからね、なかなかね厳しい生活環境の中にいるかもしれないですけどもね、お母さんのこと絶対に忘れてないと思いますよ。ご安心なさってください。そのことをお伝えできればと思いまして、お答えいたしました。本当にね、ご安心なさってください。どうなんだろう、東京とかにいればね、連絡取れたさ、パパ友さんっていう人がいるからさ、まあなんかよくわかんないけどご飯とかおごってくれるみたいだからさ、電話してみなよなんつって、お嬢さんどうですか、秋田から高校2年の時に家出をなさって、もしかしたらお母さんのことを心配なさってるかもしれないな、僕のツイッターでも何でもいいですよ、ご連絡ください。連絡を取ってね、僕は架け橋になりますよ。なれるかどうかよくわかんないですけどもね、お役に立てることはどんなことでもお役に立ちたいっていうふうに思います。健やかに過ごしてくださいよ。まあね、本当に、思春期を迎えたばっかりで心に大きな傷を受けてしまったっていうことでね、厳しい現実あったと思いますけどもね、その先ね、そこから先でさ、命まで取られてしまうような、そういう被害に遭われちゃってるかっていう方もいらっしゃいますからね、まあ良かったとは言わないですけどもね、まだまだこれからの人生です。ご自身もこれからの人生です。車椅子っていうことでもってね、ご不自由かと思いますけどもね、心までご不自由にならないようにしてくださいね。お嬢さんも心までかで ご不自由にはならないでください、体と現実と魂の幸せっていうのはまた別物でございますからね、という発信でございました。一問一答ね、いつもね個人的なお答えばっかりでね、でもね、皆さんがね本当に心優しくね、コメントで言葉をかぶせてくださるっていうことに対してね、本当に心から涙を流して、人の世っていうのはあったかいんだなっていうふうに僕も感じます。ご相談者さんも感じていただけると思います。どうか皆さん温かいコメントをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ハッピーカモンで参りましょうね。そしてお嬢さんからの連絡ね、僕の方にカモンで参りましょうね。秋田から高校2年生の時に家を飛び出して、中学の時に返事クリーンなやつにとんでもない目にあったけど、今元気で生きてる、頑張ってる、楽しく過ごしてる、そういう連絡をお待ちしておりますよ。でございます。ハッピーカモン、なんか最近変な宗教団体みたいな、そういうんじゃないですよ。僕はね、もわもわもわってやってる変なこのおまじないの人たちをね、ディスってるわけじゃないんですけどね、ちょっとね、からかってます。すいません。ハッピーカモン。新婚かも、ここら辺本気でやってますよ。ブワーふんがふんがブワー